キャプテンの鈴木達也、ロング、 B リーグのロゴの位置、トップに戻って飯尾から慶応戦、イチョンジュースリーポイント。こちらは1本目から大阪、向こう側見ていた、コーナーからスリー、すごいですね。今日は今度は向こう側のコーナーから決めてきました。イ・ヒョージュン選手のブロックですね。カロイヤルユーロステップからの2ポイント。何しろ2メーター1センチあるシューターです。取った。カロイヤル完全にミスマッチ。北側がついていますがミスマッチでした。安藤2本目のアテンプトも3来ませんでした。でまたミスマッチの状態。ダン。伸び上がって、イが取って、キックアウトパス、イオは打ちませんでした。距離を取っています、イ。イとカロイヤロの通面ゲーム。カロイヤロもらって、ペイント内です。あ、いいですね。エンドワン。非常にいい活躍がありました。大学を卒業したばかりの高木。木下、高木を見せた。コーナーから、スリーポイント。なあ、しかし、カロイヤロ。ただお互いに攻撃回数は、ね、多いので非常にスピードあふれるバスケットですね。はい、あ、そうですね。攻守の切り替えが激しいですね。あ、ここ今度はハマーがフォローだ。持っているのは木下。木下中に進入入ってロング、あ、インサイドで得点。ロング、ロングはそのまま、さらにハマーです。ロング以外4人が変わっています。竹内投手の3。あ、ここは入りましたね。バックボードを使ってスリーポイントシュート。ポストアップの状態、津山、トロサ、谷口がよるダブルチーム。イアンハマーを見ていました。どんどんプレータイムを増やしている大卒の高木。ハッサン・マーティンが守っています。ヘルプに行った白浜。ダブルチームですが、それでもディフェンスの上から打ってきましたね。ロングは2メーター8センチで112キロとある。イ・ヒョンジュン、ロング、ニック・ケイがついています、うん、ここでペイント内からかいくぐってシュート。いい、ね、はい、カロイヤロ決めた。ダブルチームでおりますが、あ、うまい、ね、それでもテクニックで決めてきます。締めています。ロング、ボールがないところやり合っていますが、ここで入った。ユリが入る。ワイリーがヘルプに行きますが、イーロが狙っています。キックアンドロール、ワイリーコース使い、スリー、そこへ弾き出すか。カロイヤラカット、カロイヤラ走っていた。イ・ヒョンジュン走ってるよ。カロイヤラ外へキックアウトパス、イーヨスリーポイント。イーヨここで来た。イ・ヒョンジュン向こう側のコーナー、またイーヨ今度は2ポイントでいきます。あーと、すごいダンクだ。なんだこれは。これはタゲル言ってますね。ダブルチーム、はい、外へカロイヤのアタック。あー、冷静な判断です。かいくぐる。イ・ヒョンジュンからもらって鈴木、ロングを使いながら入れた。ゴールさ、ロング。先ほどはダンク、ショーン・ロング中フックシュート。あー、振る。強いですね。イ・ヒョンジュン、うん、パス。ロングとの通面ゲームだ。ロング、ねじ込む。速いパス、カロイヤロ向こう側の木下を見ていた。さらにエキストラパスでイ・ヒョンジュンの3。いい、ワイドオープンの状態だったですが、木下、大阪エベスタチャンス。手前のコーナー、木下呼んでいます。向こう側、イ・ヒョンジュン、カロイヤル、ピックアップ。さあ、イ・ヒョンジュン、2連発なるか。あー、これも来た。今日4本目。ロング、まだペイントの外ですか。ここから仕掛けていく。カットで入った、イーヨの得意なプレー。もらって、イ・ヒョンジュン、キャッチのシュート。さらにエンドワン。島根はこれターンオーバーでいいですよね。あ、そうです、ターンオーバー恐れてる。ここは奪ったスティール、キャプテンの鈴木。いいよ、シュートステップから。あ、また四つ目か。イ・ヒョンジュに対してこの近接ディフェンスの白浜。うん、いいよ、中に入った。そして浮かした。
ロングプットバック。島根はプレッシャーをかけて早めに進めてます。ロングいいよ。そしてディプリッカー、これは大きいですね。これは大きい。3ポイントになる。イヒョンジュン選手のピックブロック。はい、あっちょっと手に背がいいよ。あー、カロイロー追加点、ね、時間が過ぎていく。連勝で終わるか、大阪エプス。カット、一気最後見たいですね。さあ、最後は千山でした。ここでタイムアップ。